はい、それではですね、今日から毎朝通学途中に3分この動画を見るだけで古文単語が1日6個、55日間でなんと共通テスト前までに330個覚えられます。今まで古文単語をサボっちゃったなというあなた、古文単語をきちんと覚えているか確認したいあなた、毎朝3分この動画を見るだけで自然に単語学習がルーティン化できます。それでは行ってみよう。 Hey guys, this is Rizu Kibetsu Channel。はい、毎日3分古文単語のお時間でございます。本日は12日目になります。67番から、72番まで一緒に頑張って覚えていきましょう。それではですね、いつものように、画面のこっち側にですね、全体の意味を出していきますので、まずは、全体の意味をなめていきましょう。67番、ものす、いる、ある、行く、来る。67番、ものす、いる、ある、行く、来る。68番、わななく、震える。68番、わななく、震える。69番、わずろう、思い悩む、苦労する、何々するのに困る。69番、わずろう、思い悩む、苦労する、何々するのに困る。70番、惑う、心が乱れる、途方に暮れる、ひどく何々する。70番、惑う、心が乱れる、途方に暮れる、ひどく何々する。71番、かづく、褒美をいただく、褒美を与える。71番、かづく、褒美をいただく、褒美を与える。72番、うす、消える、なくなる。72番、うす、消える、なくなる。はい、それではですね、前半後半に分けて、一個ずつ意味の方をしっかりと覚えていきましょう。 Hey guys, this is Rizu Kibetsu Channel。はい、それでは67番からですね。ものすと、これはもう普通にものにすで、ものすですね。要はその、まあ英語で言うところのサムシングというか、とりあえず何かものにすをつけて動詞にしちゃったと。だから何かよくわかんないんですよね。なんで、いろんな動詞の代わりの意味に使えるよっていうような、非常に意味が抽象的で広い動詞になります。ものにすをつけると、ものすと。なんかサムシングするみたいな。そんな感じですね。何かするみたいな。なんで一応よく使われる意味としては、いる。あとは、行く、来る。まず存在ですね。ここにいる。いるとかある。人にも使えるんですよね。人にも物にも使えるんですよ。物すで物なんですけど、人にも使える。なんで、いるも使えるし、あるも使える。あとはまあ、行ったり来たりですね。行く、来るにも使える。っていうような感じで、結構使い勝手のいい動詞みたいな感じで、広い意味で、使われます。まあ、この古文単語で言うと、まあ、ものすの意味としては、まず、いるとかある。ね。あとは、行く、来る。まあ、このあたりを覚えておきましょうと。あとは、まあ、ちょっと発展というかね、赤字にはなってないような単語ですけども、まあ、意味ですけども、まあ、普通にさっき、サムシングって言った通り、何かをするみたいな、意味もあります。文脈の中でね。何かをするっていう。その何かをするってのが、まあ、もともとの意味なんですよね。ものにそうつけるんで、何かする。でよく使うのが、まあ、いるとかあるとか、行くとか来るだよね、みたいな感じで覚えておいてください。はい。じゃあ、67番のものすの意味を、じゃあ、4つ言いましょうか。はい。いるとあるですね。人だったらいるだし、物だったらある。あとは、まあ、いるだけじゃなくて、動かすんだよね。動かすんで、行くと来るですね。はい。まあ、あと5つ目を、まあ、隠し玉で言うんだったら、何かをすると。do something ってことですね。何かをするという形で覚えておきましょう。はい、次、68番と。はい。あ、ちなみに、今、その、67番で、ものすってやった時に、まあ、いるあるとか、あと、行く来るって言ったと思いますけど、昨日やった、行くの意味を表す、
古文単語は何でしょうか。お、できましたね。渡るですね、渡る。そう、渡るっていうのは、ね、渡り鳥からイメージしてこう行くとね。でもあの頃はね、時代的にね、移動も結構歩きが多いから、行くってなると結構大変で、行くにもすごい時間かかるんで、ずーっと何々すると。はい。で、例えばじゃあずーっと何かするっていう動作、例えばずーっと畑を耕すみたいな動作してたら、気づいたら一面に何々してるよね。みたいな感じで、渡るは行く。行くってことはずっと何々する。ずっと何々するってことは一面に何々するみたいな感じでこう連想して覚えていきましょうみたいな話をちょうど昨日かな、昨日の朝にしたと思うんですけども、はい、こういった形でね、過去の記憶とブリッジしてぜひぜひ覚えていきましょう。動画のコメント欄にもですね、前のものを復習してくれるのは非常に助かりますというコメントをいくつか頂戴しているので、こういった形でね、ちょっとふとした時の復習みたいなね、形で、ぶっこんでいきたいと思います。はい、では、次68番ですね。わななく。ま、これはもう簡単ですよね。わななく、わな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 、みたいなね。漫画の描写でね。わなわなわな、みたいな。ま、震えるってことですね。はい。わなわなしてるんで、震えると。ま、これは特に、ひねりもないですね。わななくは震えると。わなわなするなんで、震えるでいいでしょう。はい、それでは次69番ですね。わずろう。わずろうになります。で、わずろうの意味は3つあります。一つは思い悩む、二つ目は苦労する、三つ目は、補助動詞として何々わずろうってなった時に、何々するのに困るという意味になります。で、わずろうっていう言葉自体は、身体的な苦しみも、精神的な、苦しみも両方表すことができます。はい。なんで、まあ、両方が集まってる、いわゆるこの病気になるとかですね、あとは精神的に悩むみたいな、病気じゃなくてもただ悩むって時にも使えます。はい。まあ、病気っていうとね、こう気持ちもね、体もとかね、まあ、特に体の方が重きが置いてる表現が病気ですよね。病気になっちゃったけど気持ちは元気だっていう人もいますよね。体はちょっとしんどいけどみたいな、はい、っていうのも現代だったら表すんですが、古文の世界においては、気持ちだけ悩んでるっていう時にも患うって使うってことですね。はい。気持ちだけ悩んでいて体は元気でも患ろうっていう表現を使いますと。はい。で、特には、古語で聞かれるのは心情の部分。はい。入試で聞かれるのは、心が苦しんでいる時を、聞かれますので、患ろうと出た時には、あ、患ろうと患ってるからなんかこの子の人の病気なのかなみたいなね。なんか具合悪いのかなっていうふうに、いきなり思うんじゃなくて、悩んでるんじゃないのとか、なんかこうね、気持ち的にちょっと苦しんでんじゃないのみたいな、歌という目で見た方が当たる可能性は高いってことですね。はい。なんで患うって聞いたからといって、患ろうって書いてるからといって、あ、病気なんだって決めつけないことですね。はい。病気の場合もありますけども、そうじゃなくてただ気持ち的に悩んでるとか、そういう場合も使いますと。はい。悩むと、まあ、この先出てくる204番でだいぶ先なんですけど、悩むっていう動詞があるんですね。で、これも、実は病気で苦しむっていう意味があります。はい。で、こっちの方が病気で苦しむっていう時に使われるのが多いです。悩むですね。患ろうよりも悩むの方が病気の意味で使われることが多いです。で、あとはこう合わせ技でっていうのがあって、まあ、要は悩むも患ろうもどっちも苦しんでるってことが言いたいんですよね。はい。なんで、悩み患ろうっていう風に一個になった時に、ね、知らないとですね、なんかこう悩んで病気になっちゃったみたいな、なんか考えすぎて病気になっちゃったみたいな風に、訳しちゃう人がいるかもしれませんが、悩み患ろうといった時には、悩むも苦労する、患ろうも苦労する。で、苦労するかける苦労するで、大変苦労するみたいな感じで、悩み患ろうは大変苦労するみたいな風に、訳すこともあります。はい。ので、気をつけてください。はい。では、69番の患ろうの意味3つどうぞ。思い悩む、苦労する、何々するのに困るですね。はい。Hey, guys! This is Rizu Kibetsu Channel. もう一回確認しますよ。昨日やった渡るという古語の3つの意味は、行く、ずっと何々する、一面に何々する。で、こんだけやったら覚えますね。はい。ちなみに何番でしたか？こうやって言われるとね、何番だっけってね。
はい、64番ですね。じゃあこの、ってね、思い悩む、はい、思い悩むを表す古文の単語は、はい、わずろうです。今やってるやつです。っていう形で、前半3つの方が以上になります。もう一回前半3つ復習しましょう。67番、ものす。意味は、いる、ある、行く、来る。はい。で、じゃあ68番、わななく。意味は、そう、わなわななんで、震えるですね。震える。はい。じゃあ69番、わずろう。意味3つですよ。まず悩むよね。うん。苦労はその後でしょ。思い悩んで、苦労して、困るだね。困るだね。だから、思い悩む、苦労する、足渡るのに困るっていう。うん。渡りわずろう。渡るのに困る。ね。何々するのに困ると。はい。OK ですかね。はい。では、後半に行きまーす。Hey, guys! This is Rizu Kibetsu Channel. はい。それでは、12日目の後半ですね。70番。いよいよ70番ですね。70番から行きます。では、惑う。はい、惑う。まあ、これはもう字がこの通り、惑うと。惑わすのね。困惑の枠。ね。惑う。まあ、いわゆる、あれですよね。パニックですよね。惑わされちゃう。ってね。なんで、心が乱れる。途方に暮れる。あとは、パニックになってると、もうひどく何々する、みたいな、いうニュアンスにもつながるんですよね。で、これは別にその実際に人じゃなくても使えるわけですね。比喩としてね。うん。例えば、風の吹き惑いたる様、みたいな。風の吹き惑いたる様。風が、ね、こののはがだね。風がひどく吹いている様、みたいなね。ひどく何々すると。要は、その人間が、パニックになってる時って、ね、なんか誰か突き飛ばしちゃったりとか、ね、椅子振り回したりとか、結構ひどいじゃないですか。ひどい状態になるよね。だからそれを比喩して、言ってるわけですよ。比喩してというか、その状態を言ってるわけですね。ひどく何々すると。はい。なんで、惑うの意味3つ。まずは、心が乱れる。で、心乱れると、途方に暮れるよね。で、3つ目が、そういった様子、状態から、ひどく何々するという意味が生まれました。はい。じゃあ、惑うの意味3つどうぞ。はい。心が乱れる、途方に暮れる、ひどく何々する。はい。OK ですね。では次、71番。かづく。はい。かづく。これは漢字で書くと、かぶるという。被害者の被。ね。被死植物の被。ね。かぶるっていう。帽子をかぶるの、かぶるが、かづくですね。はい。まあ、今日に限って僕帽子持ってないんですけど、かづくは帽子をかぶるです。で、四段活用は自動詞になりますよね。自分がやるやつ。で、下二段になると、相手にそれを強要するというか、相手にやらせる、させる場合になりますよね。なんで、四段活用のかづくは、自分が帽子をかぶる。で、下二段は、相手に帽子をかぶせると。はい。ってことなんですよ。でも、今回のこの意味って、まあ、帽子を実際かぶせる場合もあるんですけど、帽子をかぶせるってことは、まあ、どういうことかっていうと、まあ、褒美なんですよね。その、偉くなるってことなんですよね。聖徳太子の冠位十二階みたいなね。冠の色、まあ、その帽子の色ですよね。帽子の色でなんかこう、偉さが決まっていくのと一緒で、じゃあお前は偉いから紫だ、みたいな。ね、なんか帽子の色で変わるみたいな。はい。なんで、帽子を与える、被せるっていうのは結局、褒美を与えることなんで、かづくの四段が、自分が被るから、褒美をいただく。で、下二段は相手に帽子を被せるってことは、褒美を与える。自分で被るのは褒美をいただく。かづく、いただく。下二段のかづくは、与える。はい。じゃあ、かづくの意味二つ。四段だと、褒美をいただく。で、自分が被る方だからね。褒美をいただく。下二段だと、褒美を与える。はい。OK ですかね。じゃあ最後、72番、うす。はい。これはもう、失うって書いて、すで、うすですね。はい。これはもう普通に消えると。うん。なくなっちゃうと物がね。物が消える。消しゴム消えちゃったってね。消える。
あとは、なくなる。その人の方ね。まあ、あっちの無って書いてなくなるって書いたら、その消えると同じ意味だよね。なくなっちゃったーってね。うん。鉛筆なくなっちゃったーのなくなるは、鉛筆消えちゃったーと一緒ですね。ただ、もう一回、物がなくなるのと人がなくなるのが入るとですね。つまり、嘘はね。物がなくなるか、物が消えるか、人がなくなるか。はい。まあ、これは覚えやすいと思いますね。もう漢字からもね。嘘ってしかもね、失うって。はい。今でも読みますからね。失うで嘘ってね。じゃあ、これ似てる単語というか、派生語やりましたよね。今のこのなんか流れでピンときたあなたはすごいですよ。牛ってやりましたよね、牛。はい。何日目だったかな4日目とかかな牛。4日目の最後ですね、確か。2だったことは24番ですね。はい。6×4 で24番です。はい、牛。さあ、牛の意味何でしょうね、物がなくなったりさ、人がなくなったらどうですかと、死で終わるってことは形容詞ですよね。形容詞ってことはその状態を表すと。じゃあ物がなくなっちゃったり、人をなくしちゃった人の気持ちってどんな状態なのって言ったら、もちろん、辛いです。はい。なんで、うすしたら牛なんだよ。うすして、なくしちゃったら牛で辛いんだよ。はい、OK ですか？はい。じゃあ同じように、辛いっていう意味のものが、次のね、25番にありましたね。これ前の動画でも僕が言葉を言い間違えて、これの確認テストしたことがあるんですけど、つい先ほどそのコメントもいただいたんですが、はい。なんでしょう。25番。辛いという意味。わびしです。そう、わびし。で、わびしは意味2つありましたよね。辛いと、そう、興ざめだ。OK ですか？ってことで、じゃあ後半3つ、確認テストしますよ。後半3つね。はい。まず、70番かな ?70 番。惑う。意味が3つです。心が乱れる、途方に暮れる、ひどく何々するだね。はい。じゃあ次、71番。家族。意味は2つ。そう、ヒント防止だよね。家族、かぶるだよね。褒美をいただく、褒美を与えるですね。はい。じゃあラスト、うす。はい。物がなくなる。ね、物が消える。ね。あともう一個は、人がなくなるですね。はい。OK ですかね。それでは最後に、30秒の、いつもの確認テスト流しますので、頑張って、30秒のプレッシャーに負けないように、ね、頭しっかり働かして、答えをしっかり声に出してね。声に出して言ってみるといいと思います。それでは頑張ってください。また明日会いましょう。バイバーイ。Just